こんにちは。360ファッションネットワークの宮沢隆輝と申します。本日は我が社の360ファッションモバイルマグを使った携帯アプリの作り方をご紹介いたします。モバイルマグとは一体何なのか。モバイルマグは全てのスマートフォン端末からお使いいただけるモバイルアプリです。携帯の性能に関係なく360ファッションモバイルマグから世界中の人々にあなたの情報を発信することができます。日本、アメリカ、ヨーロッパにいる iPhone、Android、BlackBerry ユーザーから中国、インド、アフリカにいる Nokia、Android、Windows などのローエンドフォンユーザーまでインターネットさえあればあらゆるユーザーにあなたの商品をご紹介することができます。それではモバイルマグの作り方をご紹介いたします。モバイルマグの作り方はとても簡単です。まずこちらのページでアカウントを作ります。アカウントを作った後はこちらのページに行きます。モバイルマグに必要な情報をこちらで入力していきます。モバイルマグを作る準備ができたら、こちらのページでストーリーと言われるモバイルマグページを作成していきます。フリーバージョンでは2ページから10ページのストーリーを作ることができます。10ページ以上のストーリーが必要な場合は、フリーバージョンからのアップグレードをお勧めいたします。それではどのようにストーリーを作成するか見ていきましょう。ストーリーの作り方はとてもシンプルです。写真を選び、タイトルを決め、文章を入力するだけです。写真は4枚までアップロードでき、サイズは最大、幅720ピクセル、縦2250ピクセルです。チュートリアルのために、360ファッションネットワークのストーリーページを作りたいと思います。皆さんご存知の通り、360ファッションネットワークは、ファッションとモバイルの融合を目指しています。ストーリーページを作成した後、ページの下にあるセーブをクリックすると、こちらのページに移動します。次にページの下にあるパブリッシュユアページをクリックすると、こちらのページに移動し、世界中の人々にあなたのモバイルマグを公開します。モバイルマグのプラットフォームがマーケティングやプロモーションに役立つ高解析の QR コードと URL を作り出します。この QR コードをあなたのパンフレットやウェブサイトに載せたり、SMS を使って最新の商品と一緒に URL を紹介したりすることもできます。また、展示会の冊子に掲載するのもいいでしょう。モバイルマグの最大の利点は、ファッションウィークでの紙の消費量を減らすことができるという資源枯渇問題への新たなソリューションだという点です。私たち360ファッションネットワークは、あなたのモバイルマグソリューションへの挑戦と、ファッションウィークでの紙の消費量 30% 削減という我々の目標へのご協力に感謝いたします。私たちがサポートする3600以上の携帯電話端末を使って、バイヤーやイベントへの来場者に紙のチラシを取るか、携帯電話からダウンロードするかという選択肢を提供することができます。それではモバイルマグをお楽しみください。ありがとうございました。